すごい。これアリケンさんに任せようかな。任せて。アリケンレブチャンネル。だるまさんのやつ教えてみんな。おもろいんかしらんよ。わからんよ。いや面白いかもしれない。これありがとう。でも何個かあるからね。嘘つかれた。みんなだるまさんが転んでるやらして。だるころすごろくパーティーはいいわ。じゃあルールがわかんないけど、これいいよしたらルール説明始まるのかな。そうなんだろう。行ってみる。でも急には始まんないと思うけど。うん、夏っぽいね、はい、夏っぽいね。あーいいっすね。あもう、あでも急に始まりそう。あバスなんだ。来た来た。罰ゲームで、罰ゲームで噂の心霊スポットに行くことになった。その心霊スポットには呪いのだるまがあるらしい。その後彼を見た者はいないという。早いのよ。早いそれは、後半のやつ。終わりの時のやつね。んこれ何だ。あ何相手持ってんの。あしかも一人称だ。えちょっと明るいなこれ。え一人称だ。暗くしよっか。ちょっと暗くするわ。明るさ暗くするか。最低でいいの明るさ。最低。じゃあちょっと本当にゲームの中に入ってるようにいきましょう。あすごい。案内さん心霊スポット俺怖いっすって。いやでもなんか今日ね、なんかだるまが出るところに行くんだよね。いやだるまなんてそんなもん。呪いのだるま。ただの噂でしょ。いやまあそれ確かめに行くんでしょうか。まあじゃあ案内でも何があっても知らない。俺帰りますからね途中怖かったら。でも置いて帰るからね。何かあったらビビってるってこと。いやビビってる。ビビってんだ。じゃあ案内さん先頭ね。じゃあ今日いやそれはじゃんけんしよう。それはじゃあ、まあ、ちゃんと公平に。その辺はついたみたい。ありがとうございます運転手さん。ありがとう。あれさっきまでいたのに。なんか暗くね。しかもこれどうやって帰るの俺ら。でもちょっと運転手さん探しに。ちょっと運転手さんトイレ行ったんじゃない。運転手さんそう探しに行きますか。やめてほしいな。なんだお金払ってないからね。あここがだるまの家か。え、なんか運転手さんいなかったね。運転手さんいなかったね。探したんだけど。行くか。迷い込んだのかもしれない運転手さん。うん、ツイッターに写真撮りたいからさ。廃墟ナウ。よし。オッケーオッケー。じゃあ行きますか。いやいねえからお化けとか。で左から行きますか。うわーでも味がありますねやっぱ廃墟。あれ安内さん。安内さん早く。何してるんですか。先頭行くのは俺でいいの。いや俺じゃあ俺行くわ。はい俺行きますじゃあ俺どうぞ。おいどっちかが来るやつだろうがこれは。なんだどうぞまでが早いわ。はい開けますよ。危ないっすよ。なんか虫とかいるかもしれないんで気をつけて中入ってみる。いやビビってんだ。ああもう先頭行ってくれんだ。いや、ね、暗いからちょっと危ないじゃないですか。待って安内さんここハテナがある。お前安内さん押していいですか。俺が押していいの。やっぱ年の順で。いやめよ。俺は押したくないわ。じゃあ俺押します。じゃあ俺押します。はいお願いします。ちょっとなんかうまくいかんなこれ。俺がどうぞどうぞって最後言われるポジションに今行ったのに俺うまくいかんな。鍵がかかってますわ。ロックふざけやがって蹴り壊してやろうか。いややめてください。なんかねえなんか出てきたんだけど。なんかこれ鍵。これ鍵なの。鍵じゃないこれが。取れないんだけど。取れない。なんだ弓矢怖いの。あなんか弓打たれた。いや打たれてはないんだけど。てかだるまなんか呪いのだるまいるとか言っていないね。で運転手さんはほんでどこいんの。運転手さんこの奥じゃないですか。でも帰ろう。帰るか。帰れなくなってる。開かない。鍵を見つけるしかないよ俺ら。ここじゃね。ここに湧いてんじゃね。矢が鍵。拾えないんだけども。あ、拾えた。しゃがんだら拾えた。矢が鍵なんだ。矢が鍵だし、どこの鍵かわかんないけど。ロッカー開けてみていいですか。じゃあ目が痛い。暗闇だと開けれる。あれ開けましたよ俺。あれじゃない、一個ずつこれあれあるんじゃない。もしかしてあ、もう一回取りに行くのかな。じゃあ恨み潰してみたい。いや矢が鍵です。え、箱あんじゃん。あ、来た見つけて。ナイス。いや座ったりなんかね、開けれる箱があるわ。はい埋もれてそうだけどな、この中に。あったあ、ナイスナイス。ゴミの中です。これでコメント見ました。ありがとうございます。3人がやめろよ、お前。大事よ、でも。前任者がいたわけね、ここに。そう、でも俺は気づかないふりして言うんで、任せてください。なるほどね。でじゃあ最後の開けますよ。さすがに何か起こると思う。はい、行きましょう。はい、うわっ
っくりしました。レベルの低さにびっくりしてる今。あ、鍵手に入った。いきますか。俺のディスリーに対してはもう何も言わんくなったよね。そのまま行くやん。レベルの低さにびっくりしたに対して。ガンスルーやん、もう。ゲスルー。開けますよ、じゃあ。あ、OK、OK、OK。いきますよ。開けた？ああ。どうすかばー！わあ、びっくりした！もう、大きな声出すのやめて。俺こういうことやるタイプです。さっきからやってる、さっきからやってるからね。本当に体勢つけた方がいいよ。俺はもうやるんだろうなって思った。待って待って待って、なんか書いてるよ。だるまさんのお札を確かに読めろ。絶対に取るな。おい、絶対に取るなよ。絶対に取るなよ。取るなよ。だるまさんがどこにいんの、まずね。お札は取っちゃいかんよ。で、取らないね。取らん、取っちゃダメよ。ダメだよ、お札は。絶対ダメだよ。この部屋にあんのかな、これ。ないな。え、もう前の部屋には絶対ないでしょ、多分。なんかここら辺が怪しいです、なんか案内さん、俺。どっち？まああるわけ。どこどこ？ここら辺が怪しい。どっち？あるわけ。なんか一回戻ってみますか、大きい後ろの。出れるようになってるかもしれないしね。確かに確かに確かに。出れるようになってるかもしれないし。あれ、明らか怪しいな、挙動が。何が、天の声が聞こえてきたみたいな挙動をしとるな、こいつ。あ、出れるんじゃねこれ。出れるんじゃね。一回戻りましょうか。さあ、うわー、でもこれ出れないのか、まだ。そう、じゃあもう、だるまさん探すしかないですね、もうじゃあ。どこだ。だるまさんに出してもらわないとねえ。この下とかは下ここ、もう今完全にコメントなんか信用できないということを、ね、もう出るんだろうなって待ってたんだけどな。なんかいろんな、ちょっと自力で頑張りますが、ちょっとこれはね、わからん。そうね、確かにガセ情報も。え、なんなんだろう。なんだこの落書き。あ、それを見なきゃいけなかったんだ。え、しまった。だるまさんの。え、行く？閉まった。後ろ行く？いや、大丈夫でしょ。でも閉められましたよ。運転手いるかも。何か引っかかっていて、開かない。開かない。あ、こっちは。出れなくなったじゃん、俺ら。あ、あ、ハテナになってる。押してみて、コモさん。この床剥がした跡がある。開けるものが必要だそうです。バールバールバール。あ、ここの工具が、工具箱が。あ、お、ハープン型。いいっすか、これ、自分。いいよ、やって。いきますよ。はいよ。こじ開けますよ。うわっ、で、うわぁ、あ、いった。せーので行こう、せーので。いいよ、いいよ。じゃあ行くよ。せーの。はいよ。コモさん、まだまだだな。お約束だろ、これは。まだまだだな。また俺の、また俺のライトの位置すげえ右側なんだけど、なにこれ。俺も右側で。しゃがむと右側になるんだ。ああ、脱出できたよと。あ、こっから出るんだ。待って、何が引っかかったの。え、何もないのに。あ、さっきの鉄の開けなくなってる。鍵かけられたんや。誰や、おい。うわ、結局出れなくない俺ら。確かに。もっと開くようになってる。開くようになってる。なるほどね。え、うわ、クソで、え、助けて。血が流れてんじゃないこれ。運転手さん、なにこれ。運転手さん、運転手さん、運転手さん、肉塊になってやる。トマト缶みたいになっとるけど。ほんとや、美味しそう。ちょっとかじりたい。なんかパンパンに入ってるウインナーにも見える。すげえ、これ下がいる。いや、でもこんなんただのあれっすよ、落書きっすよ、落書き。サイコパスがおるって。ほら見て、ここほら、ここなんか怒ってるマークに見える。見て、怒ってるマーク。ほら、ここ、これこれ、怒ってるマーク。あ、またコメント見れる。ちょっとじゃあ俺らで消しますか、これ。消すか。そうですね。あれ、押したけど。ちょっと物騒だしね。助けて。機械室、助けて。助けて。あれ、何で書いたんだろうね。あれ、押しましたよ、今。すごい綺麗な字っすよね。うん。引き返しますか、一回。なんか全然。引き返すか。引き返せって書いてあるしな。引き返すか。引き返すか。確かに。え、なんか開けるようになってんだけど、ここ、また。開かない。え、前の方が開いた。何？うわ、もう引き戻せない俺。ダメだ。あ、だるま。あ、だるま。お札？
きます。案内さんお願いしますって、ここはお願いしますって。行こうかじゃあ。行ってください。でもやっぱ行きたくない。じゃあ俺行きます。行こう。早い。どうぞやりたいのに。行きますよ。こっちは。ちょ待って。お札を剥がしますよ。でも剥がすなって。いやでもやめた方がよくない？いやでも俺お札収集してるんですよ。趣味で？はい。趣味でお札収集してるものだ。全国のお札を取って回って。お札マスター。有名な。じゃあもう取りな。じゃあ行きますよ。お前を止めれない。しょうがない。お札ゲットだぜ。そういうスタイルで取っていくの？ダサ。ポケモン？取りました。取った？でもなんもないけどね。もう来ないじゃん。何もないじゃん。外に出ます。早く外出ます。よーしやった。お札コレクションまた増えた。中止めとった。帰ろう。何もなかったね。これで一番後ろと一番前が一番怖いやつやん。何もなかった、何も。真ん中が楽だな。うわぁ！もういいって。違う、今ここの扉が開けたり閉まったりしたの、めっちゃ。いや、そんな速さじゃなかった。やばい、怖い。やだ。あ、出れる、出よう。出よう。あんなやつ置いてこい、行く。出ましょう、一回。行きますよ、出ますよ。ああ、出れるの？これクリア。開かない？なるほどな。まずい。え？あ？アルマさんが転んだ。絶対動いちゃいけない今。動いてみよう。あ、大丈夫だ。行ってみます？追いかけられるんじゃね？怖っ。お前、なんか封印解いたんじゃねえの？お札マスター。いや、お前の、お前の趣味で俺らが被害被っとるぞ。いや、そんなお札は嫌よ。お札だけで怒らないっすよ、多分。でも取るなって言ってたから。あっ、ほら見て見て、ああやって勝手に動くんよ。ほら本当だ。ハナさん、あれ5ラウンドっす。これ5ラウンド、せーので行こう。せーので同じタイミングで行こう。せーの。あ、これで止まるんだ。あ、ちょっと引っかかんだけど、これいなくない？やばい。あ、いなくない？え、何？なんか広くなってるよ、ここ。え、ほんとだ。あれ、こんなんじゃなかったよね。あれ、ここに誰も収められてなかった。え、いなくなってる。待って、なんか鳥みたいのがあるよ。これ、ジャン負けでいこう、一人だけ。よくす、いや、そう、じゃあ、ジャンプがパー、立ってるのがチョキ、しゃがむがグーで、最初はグー、じゃんけんポン。じゃあ、コーン先生が行くってこと？これ。え？頑張れ。いける。頑張れ。あの練習思い出して。だるまさんがこれだって書いてある。そっちから来る気がする俺。多分こっちからは来ないと思うんだよね。これ逃げるの？動かないの？どっちだ？分かんない。え、もう押した？もうやったの？まだ押してない。お、そう。だるまさん、行きます。あ！絶対動いちゃダメ今。音が鳴ってる時だけ動ける。絶対動いてみて、案内さん。案内さん動いてみて、案内さん。いや、無理。案内さん、すごい動いて。うわぁ！マジか！やめろ！あぁ！なるほどね。案内さん、生き返った。びっくりした。はやっ。目の前から消えた。なるほどね、これめっちゃむずいな。いや、俺たちはこっから出るんや。このは、なんで動いとらんわ、ボケ。鼻毛だるま。後ろで死なん。わあ、びっくりした。いや、お前、え、ねえ、絶対お前おかしい。俺にだけねえ、だるまな。今のはおかしかった。でも確かにちょっとズレがあるかもな。おお
よかったよかったよかった。俺だるまの部屋に一生閉じ込められてたって今。ごめん。触るだけじゃないのかな。世界すぎる。多分違うな。それね、叩く叩く叩く、ピケルで。ピケルで叩くの。うん。出した。出した。どう。周りを見よう。別の。あ、後ろだ。なるほど。え、アナさん。え、今もう途中途中。え、ちょっと待って。誰もの部屋に閉じ込められたって。誰か死んでくれ。怖いよ。誰か死なれてくれって。誰か。にらめっこしてるだるまと。怖い。これあれ検査に任せようかな。任せて。よし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 。いやでも近いよ近いよ、死んだ方が近いまである。オッケー。違う。あ、あるある、俺近い。お前いけ。届かないか。それかっこいいな、あのブレード。見えない。ほら。お、お、かわいい。なんかごめんなさいみたいな顔になってる。はいって。また、あ、運転手さん。あ、運転手さん帰ってきた。夢か。運転手さんいないよ。あれ、あ、夢か。あれから数日、待って、これ護送車じゃね。あ、え、俺たちは犯罪者。あの後、何があったのかよく覚えていない。あのだるまはまだあの場所にあるのだろうか。もうあの日のことを。うわあっ。やばい。もうびっくりした今。びっくりして声も出やんかった俺今。あー、びっくりした今。いいね、夏だね。夏って感じがする。もう